レバナスで10を手に入れる。レバレッジ投資家、いつきです。本日もよろしくお願いいたします。レバナスアンチを知っているのか、低減のリスクの真逆の存在、低増のリスクということでね、まあなんかアンチはこの暴落が始まってから、低減のリスク、低減のリスクとね、唱え続けております。鬼の首を取ったようにね、唱え続けておりますけれどもね、実はね、その真逆の存在、低増のリスクというのが世の中には存在しております。こちらの方をね、知らずに低減のリスクのことばっかり言ってきてるのかなという気がしますので、実はね、この低増のリスクという言葉を使わずに、今まで私は説明の方をしていたんですけれども、まあ、こちらの方を、まあ、誰でも分かるように、もう子供でもね、分かるように今日は説明させていただきたいと思います。データの方はね、有村ポーさんの速度始めました、こちらの方の動画のデータの方を引用させていただきます。有村さんの方にね、お聞きしたところ、どんどん使っていただいて構いませんよというふうに言っていただきましたので、ありがたいということでデータの方は使わせていただきます。説明欄の方に元のね、有村さんの動画の方の URL を貼っておきますので、有村さんの動画の方まだ見られたことがない方はね、ぜひとも、まあ、有村さんの動画の方も確認していただきたいと思います。私は有村さんのこのデータを引用させていただいてますけれども、全然ね、有村さんと方向性は一緒ですけれどもね、表現っていうのがかなり変わってますので、まあ、いつき節でデータをね、引用させていただいたらどのようにね、変化していくのかっていうのも楽しんでいただきたい。極力ね、分かりやすくこのね、低増のリスクについて掘り下げてね、いきたいと思います。前半戦はいつも通りレバナス、どのようなね、値動きにだったのか、どのような対策を打っていったらいいのか、作戦会議を始めさせていただいて、後半戦はこの低増のリスク、アンチ知ってんのということでね、こちらの方をお伝えさせていただきたいと思います。それでは作戦会議スタートです。はい、まずはね、いつも通り国債の方をチェックしていきましょう。10年債利回り 3.25 若干低下、2年債利回り 3.43 若干低下、3ヶ月もの 2.97 若干上昇ということになっております。水曜日のね、債券はかなりね、買われたということになっております。ただし3ヶ月ものだけはね、若干上昇しているので、10年もの2年ものはガンガン買われて、3ヶ月ものはあまり買われなかったということですよね。そして利回りの逆転現象、10年ものと2年ものはまだ継続しております。逆イールド継続中ということで、逆イールドが発生すればね、今まで過去は100発100中でリセッション入りしているということなので、あと1年から1年半後にね、リセッションが訪れずれるんじゃないかということで、まあ、それをね、確定するのが10年ものと3ヶ月もの、ここもね、逆転すればね、ますますそれがね、現実味を帯びていくんじゃないかというふうに言われております。その差は 0.28 とかなり縮まってきました。さあ、アメリカの国債10年もの3ヶ月ものが今週もしくは来週逆転するのか、楽しみに見ていきたいと思います。こちらはビットコインですね。ナスダック100の先行指標と言われております。ずっとレンジを続けていたんですけれどもね、ドンと下がりまして、そこを掘っていく展開。$19,000の方を割りました。ただし今ね、$19,000を回復はしているんですけれども、さあ、ナスダック、ビットコインの方がそこを掘る展開になりましたので、ナスダック100の方もね、そこを掘っていくのかどうか、本当に相関性があるのかどうか、ここをね、しっかりと確認していきたいと思います。ただし、このビットコイン、$19,000を割り込んだときに、ポイントビットコインの方でポイント入れますよと言いました。ポイント入れてから2日目経ちました。さあ、今どうなっているんでしょうか、見てみましょう。ドン。はい、こちらは2日目のポイントビットコインということになっております。運用益プラス2ポイント。率にしますと、プラス 1.4% 増量ということになっております。まあ、こちらはね、はい、お口直しということでね、まあ、毎日確認の方していきたいと思います。ただし私の中ではね、ビットコイン$19,000をね、割っていればね、ほぼほぼね、底値じゃないのかなというふうに思ってますので、まあ、このあたりで購入していればかなりいいんじゃないかと。あとね、ポイントなのでどれだけ儲かって利確したとしてもね、税金払わなくていいということなので、まあ、このね、ポイントビットコインを使ってポイントをね、どんどん運用していって増やしたらレバナスにね、ぶち込んでやろうという計画をしております。
さあ、マーケットの方が開きましたということで、ナスダック100先物の方になっております。なんと15営業日連続下落中ということでね、TDC キャンセルで15営業日なんてね、めったにお目に見られないぐらいの下落をね、続けております。ただ、チャート的に見ますと、なんかそろそろ上昇していきそうな雰囲気をね、漂らせているということになっておりません。まあ、今日、明日ぐらい。で、まあ、上昇トレンドに一旦ね、切り替わっていくんじゃないのかなというふうには思ってるんですけれども、まあ、こればかりはね、なんとも言えないということで、まあ、実際のマーケットが開いてからですよね、はい、どのような動きになっていくのか、しっかりと確認していきたいところと。こちらは QLD の水曜日の日足のチャートの方になっております。QLD、終わり値が 46.2 ドルで終わっていると、前日比プラス 4.01% でした。4% 上昇してるんですけれど、TDC キャンセル的には14営業日下落トレンド継続中。先物の方は15営業日下落ということになってますので、一応ね、TDC キャンセル的には今日下落トレンドスタートだと思うんですけれども、まあ、こちらの方もね、そろそろ切り替わっていくんじゃないのかなと思っております。さあ本当にね、切り替わっていくのかどうかということで、ちょっとね価格帯別出来高見てみましょう。まあ、こちらがね6月16日からね価格帯別の出来高の方を当てております。ボリュームゾーンはね42ドルということでね、まだ到達の方はしていないということなんですけれど、まあ、このあたりね意外と買いの勢力もいています。もちろんね下落しているということなので全般的には売りの勢力が多いんですけれども、ここがね切り替わってきて買いの勢力がぐっとね強くなってきますと反転上昇ということになってきます。ただしビットコインは下げましたので、もう一段ね本当に相関性があるんだったら下げていくと、下げていけば QLD の最近の最安値 38.24、こちらの方までね、到達するはずなんで、こちらはまあ本当どうなっていくのか今日のね相場を見守っていきたいと思います。さあ、アイフリーレバレッジ、ナスダック100、ダイワレバナス、9月7日の基準価格は2万822円ということでね、2万1000円を割ってきました。楽天レバナスはと言いますと、4930円ということで、設定来最安値が4344円ということになっていますので、あと一歩なんですけれども、QLD の方がプラス 4.01 で終わっておりますので、9月8日の予想価格、ダイワは2万1657円、楽天は5128円と、楽天レバナスの方は5000円台を回復しております。じゃあ、買い増し。ポイントはどうしていくんだと。今、私は毎日購入の方をね、続けていて、底値をね、がっつりと掴んでいきましょうという話をしているんですけれども、これをね、どうしていくのかということなんですけれど、下落中にも上昇することはもちろんありますし、そして何より、今ね、楽天レバナスの1というのが5128円ということでね、この楽天レバナス1万円スタートの基準価格から始まっておりますので、まあね、ほとんど今でもまだ半額近い割引率ということになってますので、ここはね買いのランプが継続中ということになっておりますので、まあ、ここどうでしょうね、上昇トレンドに移ったとしても、当面1日2日あたりはねそんないきなりね7000、8000円になっていくわけではないんで、まあ、まだね、はい、上昇トレンドに移った時に楽天レバナスもうちょっと欲しいなと思われている方はね1日2日はね追撃していってもいいんじゃないのかなと思っております。さあ、ナスダック1003倍ブルワと言いますと、7297円という、ね、値段をつけております。設定来最安値が6206円ということになっておりますね。あと一歩なんですけれども、TQQQ の方はプラス 5.91% で終わっておりますので、今日の予想価格は7728円ということでね、まあ、最安値はお預けということになりました。ただしこちらもレバナス同様買い場継続ランプは点灯中です。じゃあ私はね、いつまで買い続けるのかということなんですけれども、まあ私の中ではね、このナスダック103倍ブル、9000円を割っている間っていうのはすごくお買い得じゃないのかなと思っております。なんといっても設定来最高値は 24,955 円まで。つけております。実績がありますからね、ここまで戻っていくということで考えれば、基準価格が9000円だとしますと3927ということでね、はい、2.5 倍ぐらいにはねなるんじゃないかというふうに思われますので、こちらの方ね9000円を割り込んでる間っていうのはね、どんどん基準価格を下げていくという、ね、努力をしていくのがねベストかなと思います。ただしなんですけどね、もうすでに、はい、
いや俺の基準価格はね、7000円だとかって言われる方は、ご自身の基準価格よりもね、下だったら買い増しする、上だったらもうね、追撃しない、そのようなねスタンスでもいいんじゃないかと思います。ただし、コンスタントにね長期で持たれる方っていうのはもうね定期積み立てということでいいんじゃないかなということで、まあそれぞれのね、持っている理由っていうのがね短期なのか中期なのか長期なのか、まあ、それによってね買い場っていうのが変わってくるんですけれど、まあ、オールマイティに短期でも中期でもね長期でも今のね現状では買い場じゃないのかなというふうに思っております。私は反転上昇して1日2日追っかけてそこからは購入しないというねスタンスを取っていきたいと思います。さあティクルとウェブルなんですけれどね、こちらも上昇してしまいました。ただし私のね差し値ポイントというのは木曜金曜日、ひょっとするとね下底掘る展開もあるんじゃないのかということで、ティクルは 26.93、 ここで待ち受けしていきたいと思います。強気の方は52日中の安値 25.14、 ここを下回るまでね待っているというのも一つの手かなと。ただしまだティクルそんなに持ってないのと言われる方であれば 28.99、 このあたりで待ち受けしておくのもいいのかなと。ただしこれね木曜日、今日ここまで絶対下がるのかっていうと分かりません。木曜日金曜日2日かけてここまでね下がっていただければいいなと思ってます。まあそんなこと言ってでもね反転上昇していきそうな雰囲気でもあるんですけれどね。ウェブルの方は 7.69 と、強気の方は52週の最安値 7.2、 このあたりを参考にしてくださいと。さあここからがね、はい、後半戦ということで、レバナスアンチよ、低減のリスクばっかり言ってるけれど真逆の存在、低増のリスクのことを知っているのかということでね、まあ、こちらの方行きたいと思います。おそらくね低増のリスクのことを理解しているアンチっていうのはほとんどいないんじゃないのかなということでね、低減のリスク、低減のリスクって言いますけれどね、低増のリスクっていうのがねしっかりとありますと。そしてこのお話をしていく前にまずリスクについてということでね、皆さん知ってますかということでね、リスクってなんか危険だとか危ないとかっていう意味で使ってませんかということでね、この低増のリスクっていうのはね、すごく危険なこととかってね思ってる人が多いと思うんですけれども、金融商品でいうリスクとはリターンが不確実であることということになっております。金融商品のリターンとは資産運用を行うことで得られる収益のことです。一方金融商品のリスクとは一般的な危険なこと、避けるべきことという意味ではありません。ですからね、低損のリスク、低損のリスクってね、念仏唱えてる人たちっていうのね、危ないことを避けるべきことということでね唱えてるんじゃないのかなと私は思うんですね。実際の意味はリターンが不確実であること、予測できないことを表しますと。不確実の度合い、振れ幅が大きいことをリスクが大きい、小さいことをリスクが小さいというと。だからレバレッジ型の商品のリスクが大きいというのは上にも下にもものすごく振りますよということですよね。元指数のリスクが小さいというのは振れ幅が少ないということだけで、危険な商品なのか危険な商品でないのかっていう意味合いで使ってるんじゃないということをね、まずは頭の中に入れておくと重要です。知ってましたかアンチの人ということで、そしてここからね、有村さんのデータの方を拝借させていただきますということで、まあ、この方のね、動画というのは、長期投資ではなくてね、短期トレードの方をね、されておりまして、そして、今年に入ってからもね、SXL の方を使って実績、ものすごくプラスを出されている方なので、短期トレードでね、参考にされたい方っていうのはね、ぜひともね、有村さんの動画の方を見ていただいたら、トレードの仕方の参考に、ね、なるんじゃないのかなと思いますので、説明欄に貼っておきますので、まだ見られてない方はね、ぜひこの機会に有村さんの動画の方をね、確認よろしくお願いします。もちろん私の動画を見終わってからということでお願いします。さあ、それではね、低減のリスクということで、まあ今まではね、口で言ってただけだったんで、ちょっとね、データの方をしっかりとね出していって、まあ皆さんにね理解していただこうということで、まずは SOXL の元指数、まあもともとはねソックス指数というのが使われておりました。で過去を遡っていきますよね。このソックス指数の方と、しっかりとね確認していきたいということで、このソックス指数が一旦上昇して下落して上昇して元の位置に戻った時に低減のリスクっていうのがどのように発生していってるのか、これは2020年の11月30日から2022年の9月の2日までのデータを表しております。
ソックス指数の方はこの期間元に戻った時マイナス 0.8% 下落ということになっておりました。ということは3倍のレバレッジ商品である SOXL は通常であればでマイナス 2.4% 下落にとどまっておかないといけないわけですよね。それが実際にはマイナス 52.5% と大きくね元指数から乖離していると、ね、これがいわゆるアンチが言ってくる元指数が元の数値に戻ったとしてもね SOXL はねその元の数値に戻るまですごく時間がかかるというのが低減のリスクということになってくるわけですね。実際にまあ2020年11月30日から2022年9月のね2日までのデータがこのようになってました。だからね皆さんあレバレッジ商品って危ないわ危ないわって言われるんですけれど、実はねこの低減のリスクの真逆低増のリスクっていうのがあるんですね。見てみましょう。ドン。こちらは低増のリスクということで、ソックス指数ですね。こちらが右肩上がりに上がっていっているときに発生していきます。これは別にソックス指数でだけではなくて、ナスダック100でも S&P500 でも一緒です。切り抜いていくデータ期間は2020年3月20日から2022年1月の3日までということで切り抜いていきます。ソックス指数の方はこの期間、プラス 213.1% 上昇しました。ということは、これに3倍のレバレッジがかかっている SOXL ですから、プラス 639.3% 上昇でとどまっていないとダメなんですよね。それが実は、蓋を開けてみれば、プラス 1592.5% ということでね、3倍レバレッジなのにね、3倍以上のパフォーマンスを出している。これが低増のリスクということになっております。低減のリスクの話ばっかりする人がいますけれどね、パーセンテージで見たときっていうのは、低増のリスクの方がね、めちゃめちゃね、はい、伸びていくということにもなっておりますので、このね、魅力があるからこそ、レバレッジ型の商品、レバナンス、ソクル、ティクルをね、保有されているという方がね、いてると思うんですね。このパフォーマンスが出るからこその、まあ、SOXL ということになってます。ですので、アンチの人たちっていうのは、低増のリスクっていうことも理解しておかないとダメ。低減のリスクと低増のリスクっていうのが、どちらが現実的に起こりやすいのかっていうのを、見ていきましょう。ドン。まずはこれ QLD のチャートの方になっております。いつも通り対数チャートで見ております。ところどころで下落しておりますけれど、この QLD、ナスダックに2倍のレバレッジがかかっている商品のチャート、もちろん右肩上がりということになっているわけですよね。ということなので、まあ未来永劫右肩上がりで上がっていく商品を持っていれば、必ずね、勝てるというのが、このね、QLD イコールレバナンスということになっているわけですよね。このチャートを見て、現在進行形で下がってるからダメじゃないかと言われる人がいますけれども、そんなことはないですよと。下げたものは上がっていくということになっていきますのでね、アメリカの経済力バカにしたらダメだと。ナスダック100は世界最強機関ですよということをね、まあ、付け加えさせていただいて、過去が指名している、アメリカの経済活動をしているナスダック100企業というのはね、右肩上がりで上昇していくと。じゃあ半導体はどうなんだということでソクル見てみましょう。ドン。まあさすがにね、ソクルのチャートを見ますと QLD レバナンスのチャートがねさざ波のように見えますけれども、大きくところどころで下落しております。ただしですけれども、まあしっかりと右肩上がりと。今は現在進行形で暴落中ですので、もちろん下がっておりますけれど、これもあとしばらくの我慢ということで、もう一度高値を更新していくということになっていると。このチャート自体がね物語っているわけですね。アメリカの株式ナスダック、そしてソクル右肩上がりですよと。じゃあ同じ3倍ものの TECL テクノロジーはどうなんだ、確認しましょう。ドン。はい、こちらが TECL ということでね、しっかりと右肩上がりと。そしてソクルと違いまして、下げ幅がかなりマイルドということで、 QLD レバナンスにねかなり似てるんじゃないのかなということで、このね私の使い方っていうのは、レバナンスっていうのはねどうしてもね日本円で保有しておりますので、為替ヘッジありということになってますので、日本円の資産なんですよね。そうなりますと、今みたいにね円安になってしまった時に日本円だけでね資産を持っていると不安になっているわけですね。そうした時に QLD のチャートにね限りなく近いこの TECL3 倍もののねレバレッジ商品ですと、ドルの資産ということになってきますので、レバナンス、ソクルというふうにね
日本円の資産とドルの資産を持っていく、これはかなりね、いい感じになるんじゃないのかなということなので、はい、レバナスと、まあ、ティクルの方をね、私は保有していると。じゃあ、ソクルはというふうに考えたときに、まあ、チャート見ていただいたらわかると思うんですけれど、こちらね、SOXL、ソクルのチャートっていうのは、平均しますと2年に1回 60% 下落が来るということなんですね。ということは、はい、2年に1回お買い得バーゲンセールが来るということなんで、まあ、短期間でね、まあ短期間で言っても2年間で、はい、安くなった時に買って、高くなった時に売って、またね、安くなる 60% 以上の下落が来るまで待つということがね、できますので、ソクルっていうのは、私的には短期的にしっかりと資産を増やしていく、現金ポジションを増やしていってくれるマシーンだと思っております。レバナスティクルっていうのは長期でガチをしていて、資産を形成していくものだと思っておりますので、ね、この SOXL は2年に1回 60% 下落、ティクルの方は4年に1回ということになってますので、まあ、SOXL のボラ率の高さっていうのはね、分かっていただけるんじゃないかということで、このボラ率がいわゆるリスクということになっていくわけですね。 60% 下落することもあればね、 100% 以上上昇していくこともあると、これを2年に1回繰り返していくというね、まあ、商品になっていると。で、最後にね、確認していただきたいのが、1945年からのアメリカのね、時間軸ということになっておりまして、下落しているのは、所詮 14% の時間軸でしかありません。86% は上昇ということになってくるわけなんですね。これらをまとめていきますと、こうなります。低減のリスクよりね、低増の恩恵が受けられる時間が長いですよね。86% の時間が上昇ですから。そして、レバナスソクルっていうのは、必ず高値更新を続ける。チャートの方を見て確認していただきましたよね。もうね、どこかの株のようにね、下落したままね、低いところをね、漂ってるとか、一旦ね、上昇してもね、100のところまで行ったらまた頭打ちして、また100のところまで行ってもまた頭打ちしてということで、ね、なかなか高値をね、更新できないという国の株価ではありませんと。必ず高値更新をし続けてきているのが、まあ、レバノスソクルティクルということになっております。そしてポイントはここなんですよね。レバナス&ソクルにお衣装ロスカットっていうのは 100% 発生しません。繰上償還の方を 99% なしということで、もうこれは今回の暴落を見ていただければわかりますよね。レバナスの基準価格っていうのが 54% 以上下落した時にも、しっかりとレバナスの総口数は増え続けていってると。それまで暴落が起こった時にはね、基準価格が下がると、レバナスの総口数解約する人が続出するのでね、減っていってしまう。まって召喚されるというふうに言われておりました。ただし蓋を開けてみればそんなことはないと。レバナスの基準価格が安くなった時にはしっかりと買い支えしてくれる一定数の顧客がしっかりといているというのが証明されました。 SOXL にしてもそうです。1日の出来高ランキング、一番ね、売り買いが高いね、海外の ETF 商品の一つに名を連れておりますし、ということなので、まあこれ運営会社さんから見てね、繰上償還する必要性なんて一個もないわけですよね。レバナス&ソクルっていうのはお衣装ロスカットが発生しないと。下落中はガチホしているだけ、あとは上昇するだけ待つだけ。上昇するだけって言っても結果 86% の時間軸は上昇しているわけですし、チャートを確認した場合でもね、QLD でも、そして SOXL でもしっかり右肩上がりということなので、右肩上がりに戻るまで待つだけなんですね。これが、ダメな商品っていうのは信用取引 CFD、FX などとね、いう、この商品たちはなぜダメなのかというと、待っている時に、追加資金を発生してしまうんですよ。ですから下落していけばいくほどね、保証を入れていかないといけないと。そうなりますと、現金がなくなってしまいますと、お衣装を入れたくても入れれなくなる。そして強制ロスカットということになってしまいますけれど、我々の現物で持っているレバナスソクルっていうのは追加資金を一切入れなくていいんですよね。金利コストとかってね、よく言う人たちがいますけれど、それはレバナスの中、ソクルの中でね、どんどんと消化していっていただいてますんで、パフォーマンスがね、落ちるとかって言ってる人がいますけれど、それ込みでのパフォーマンスですから全く問題ありません。下落中にね、一番怖いのは何かということで、それは追い金が発生して、その追い金を払わなければ、はい、あなた、この市場から出ていってくださいということで、ロスカットされることが一番怖いわけです。それをしなくていい、レバナスソクルっていうのは下落してるときっていうのは、下落したな、よしよし、安くなってきたから、どんどん買っていこうということでね、口数の方を集めていって、上昇していって、トータルリターンがプラスになっていったら、よし、利益が乗ってきた、売ろうということで、これでいいわけですよね。これができるのが、レバナスソクルのいいところと。そして、低減のリスクっていう
言うてる人たちは、しっかりと理解をしておかないといけないのは何かというと、低減のリスクは発生はあります。ただし、低減のリスクが発生している時間よりも、低増のリスクが発生している時間の方が長いということですよね。そして、この低減のリスクが発生している間は、売らなければ損失は確定しません。低増のリスクで、プラスのリターンが乗っている時に売ってしまえば、利益が確定していくということで、自分自身でしかね、レバナンスソクルっていうのは、利益を取るということに関して、他人に強制されることがないんですよね。下がった時に買い増しして、上がった時に売るということがね、これがもうはっきりとしているということになってきますので、ここをね、しっかりと理解していただいて、低減のリスクなんていうものよりもね、低増のリスク、こちらの方がね、はるかに旨味のあるものだということをね、まあ理解できれば、レバナンス暗示もちょっとね、賢くなるんじゃないのかなと思ったりもいたします。さあ、そんなことよりですよね、今日ですよ、今日ということで、株式が上がっていくのか下がっていくのか皆さんと一緒にね確認していきたいと思います。22時からライブ放送の方をねいつも通り行っていきたいと思いますので、そこで皆さんと、上がるのか下がるのかね、ああだこうだと言いながら確認していきたいと思いますので、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。